はい、タバコ好きな俺の喫煙動画、今回はこちらです。ラッキーストライクの、8ミリのメンソール。ね、新しいやつ。これなんて言うんだっけな。タールが8ミリのニコチンが 0.6 ミリ。ラッキーストの、新しいやつ。新しいやつが、これなんて言うんだっけな。ラッキーストライクと。まあ、エキスパートカットですね。ラッキーストライクエキスパート、メンソール8。製造国はシンガポールです。値段が400円。まあ、今のタバコの値段からすると安いですね、かなり。うん、かなり安めな、ラッキーストライク。普通のラッキーストライクがちなみに500円ですから、ね、100円違う。これちょっと期待ですね。期待したい。です。あ、うわ。あ、結構強いですね。メンソール。メンソール強い。メンソール強いぞ、これ。あー、でも、まあ、メンソールちょっと強すぎるな、これ。ほとんど味しねえぞ、タバコの。あの、ラッキーストライクの良さはやっぱあの、洋木感ですよね。マルボロとか、あの、JPS みたいな。あの、洋木感ですよ。あれが、まあ、売りなんですよね、結局。で、特に、マルボロ、JPS に比べると、ラッキーストライクの洋木感は、多分一番高いんではないかなと。あの、風味はね。風味の総量は多分、ラッキーストライクが一番強いと思うんですよ。で、そうだなぁ、まあ、マルボロと JPS で、どっちが強いかってなったら、まあ、マルボロの方がやっぱ若干強いんじゃないかな、JPS とか。JPS は、ね、マイルドなんですよ。いい。洋木感が。優しい感じ。うん。これはね、洋木感は感じないですね。これダメですね。これダメだな、これ。くっそ、これダメだな、これ。おい。ラッキーストライク。だってもともと前ラッキーストライクのメンソールってあったんですよね。最近なくなったんですよ、確か。1年前か3年前か忘れたけど、廃止されたからな、あれだ。うん。まあ、やっぱり、ラッキーストライク、まあ、値段500円ですからちょっと高いんですけど、それほどやっぱり、まあ、マルボロも確かあれ520円ぐらいだったっけ、マルボロちょっと高すぎるんだよな。そう。だからね、ラッキーストライクのね、両切りがね、何度も言ってんですけどね、吸いたいんですよ。はい。発売したのが1952年。で、廃止されたのが、2003年です。2003年はもう俺、未成年ですから、物理的に吸えないです。で、その当時が300円です。値段が。で、タールが14ミリってなってて、ニコチンが 0.9 ですね。
ラッキーストライクの、メンソール、ライト、FK っていうやつが、2003年に廃止され、ラッキーストライクのメンソールライトボックスが2018年の9月頃に、廃止されたと。いうことで、だから俺が吸えたっていうか吸ったことがあるのが、ラッキーストライクのメンソールのライトボックス。まあ、これは、タールが6ミリで、ニコチンが 0.5 ミリです。これダメだな、これ。もはやメンソールが強すぎて、ラッキーストライクの良さは感じないですね。これ買うんだったら、まあ、もともとこのさ、エキスパートカットに関してはあんまり、よろしくはないんですよ。値段は安いんだけども、やっぱりラッキーストライクには、圧倒的に及ばないんですが、これはもうさらにそれよか、ひどいです。もうちょっとこれメンソール弱くしたら、でもそれでもな。かなり、口の中にもう、ハッカー飴を、ハッカーの飴を舐めて、水を飲んだ時の清涼感。これは、ダメですね。これはちょっとダメですね。ちょっと期待してたんだけどな。期待してたんだけど、これはちょっと、プレーンフィルターです。両切りにして進みましょう。ショットガンで、ね。シガレットホルダー。これでちょっと吸ってみましょうか。微妙だなこれな。で、ラッキーストライクの両切りもそうなんですけど、もう一つやっぱ吸いたいのは、キャメルの両切りね。まあ、もうちょっとで確か、キャメルの、両切りじゃない、ボックスが出るらしいんで、それにまあ期待しますけども。これは期待してたんですけど、ダメでした。うん。ダメですね。あー、そっか。ちなみに、ラッキーストライクのエキスパートカット。まあ、これの、メンソールじゃないバージョンは、韓国製らしいです。で、一部の免税店で限定、の、ラッキーストライクのパターソンレッドというやつとパターソンブルーっていうのがあるんです。で、レッドの方が、タールが12ミリ、ニコチンが 1.0、そしてブルーは、8ミリの、0.7 です。まあ、これ免税店なんで、どっか旅行行くとき、
羽田空港だったかにも売ってるんで、まあ、俺がどっか海外旅行行くときに、行くことがあったら、まあ、免税店で買いましょうか。まあ、空港なんて一回も行ったことないですからね。マジで。人生で一回も行ったことないですよ。これは、ダメだな、これ。これ、両切りにしても、ろくに、風味が感じられないです。まあ、これは、まあ、値段が安い、それなりの、意味があるというか、まあ、値段安い、っていう、あ、丸ボロは510円ですね。丸ボロのメンソールライトとか、個人的に好きなんですけど、丸メラっていうやつね。あれが、なんかね、ちょうどいいメンソールの強さっていうんですか。これはちょっともう、連想強すぎるんだよな。まあでも510円ですからね。510円で、まあ丸ボロも確かにうまいんですけど、だから結果として連想のやつで、まあ俺が好きなやつで、なおかつまあコストパフォーマンス的に、いいのはやっぱり、ハイライトのメンソールですかね。背面ですね。あそこら辺がやっぱちょうどいいんですよね。新発売。あ、ラッキーストライクの、シガリロが出るらしいですよ。発売日が、8月です。350円。ラッキーストライクフィルターシガリロ、10っていうのと、ラッキーストライクフィルターシガリロの6、キャメルのボックスはもうちょっとで多分発売するはずです。値段が400円。あ、あとこれこれ。アメスピのあのアガートってやつね。値段が520円。発売も、もうちょっとです。多分7月中なんで、もう、あと1週間ぐらい多分発売するはずです。まあ、このキャメルのボックスと、アメスピのアガット、これも、まあ、かなり、これは期待はしてるんですけど。シガリロが出るのか。ラキストの。これはちょっと、なんかあれだな。値段350円か。微妙だな、これも。これも多分あんまり、これはあんまり、期待できないですね。これはもう期待できないでしょ。シガリロで最近うまかったのがロックオリジナルってやつね。値段が280円のやつです。これはかなり美味しかったんで、これのメンソールもあって、ライトもあるんですけど、まあ、ライトは買わなくていいとして、メンソールはちょっと、今度、買ってきましょう。まあ、俺基本的にメンソールタバコが好きなんで、キャメルボックスいつ発売するのかな、これな。あ、7月の26日、あと6日ですね。発売するの。これ期待です。これも期待。アガット。アメスピアガット。これも期待。これも7月の26日。これはちょっと期待ですね。アメスピアガット。これは何なんですかね。何なんだっけ。アメスピのアガットっていうのが、遅摘み葉をブレンドした。
収穫時期をあえて遅らせて、畑の中で太陽と大地によってじっくり熟成された遅摘み葉をブレンドしていると。なるほど。これはちょっと気にはなります。これは気にはなるんで、まあ多分、発売されたら即買うとは思うんですけど。ということで、このラッキーストライク、エキスパート8、これは買う価値はまあ、まあ値段が安いということを考慮しても、まあ二つ星ですね。うん。ご視聴ありがとうございました。